ファミリーマートのエスプレッソマシン。コンビニコーヒーとは日本、台湾のコンビニエンスストアのレジカウンターで販売されるカップ入りのコーヒーである。購入客自身がカウンターでカップを受け取り抽出する方式からカウンターコーヒーとも呼ばれカウンター商材の一つに位置づけられる。1980年代からセブンイレブンが幾度となく導入しては撤退を続け2004年に 台湾のセブンイレブンが導入し、2010年代からその他のコンビニエンスストア大手各社が導入して普及した。提供方法は各社により異なるが、いずれも最低価格が100円程度でコーヒーメーカーを使ってその場で抽出する。入れたての風味や多彩なメニューにより、通勤客やカフェの主な客層である女性や若年層の支持を得て定着した。サンドイッチやデザートなどの ついで害も多いとされる。1980年代前半からセブンイレブンは店頭で注文を受けてコーヒーを提供する方法を模索していたが成功しなかった。2002年にセブンイレブンは4度目の挑戦としてバリスターズカフェを展開し2005年に関西、東海地区周辺で約1000店まで拡大して一定の成功を得るが業績はかんばしくなかった。 2011年1月にローソンが2012年9月にファミリーマートがそれぞれカフェラテの販売を開始する2013年1月にセブンイレブンが5回目の挑戦としてセブンカフェを開始するとその展開の早さから大ヒットを記録した2014年10月に JR 東日本系の駅中コンビニであるニューデイズも駅中カフェとして カウンターコーヒーを開始した。2013年の日経ヒット商品番付でセブンカフェが東の横綱を同年のヒット商品ベスト30でコンビニコーヒーが1位を獲得した。1986年にセブンイレブンでセルフコーヒーの販売を始めるが1年足らずで停止する。その後コーヒーの需要が育つのを待つ期間が続き2004年に 台湾のセブンイレブンでシティカフェの名称で導入される。コンビニコーヒーが広がった2013年、日本国内のコーヒー消費量は6年ぶりに過去最高となり、2014年には2013年を上回る消費量を記録した。コンビニコーヒー登場初期は、ドトールが客数や売り上げにはほとんど影響がないとするなど、影響は ごく小規模なものだったが、スターバックスやドトールなどのカフェや、これまでコーヒーが人気だったマクドナルドや日本、コカ・コーラなどの飲料各社の缶コーヒーの売り上げにも食い込んでおり、競争が激化している。2015年に総務省は消費者物価指数にコンビニコーヒーを加えた。川島義明は、総じて酸味を抑えていると指摘して、万人に受け入れられる味を目指した結果であると、 分析している。原価は12から13%と推測して、コーヒー豆の輸入価格の変動に対応が課題となるとしている。2021年1月21日、コンビニのコーヒーの多くがセルフ方式となっている点をつき、通常サイズ料金でラージサイズのカフェラテを盗んだ、熊本市中央区役職民家の非常勤職員の 男が熊本中央警察署に窃盗容疑で現行犯逮捕されている。男は約20回繰り返していた。ファミリーマートのカップ。左は S サイズ、右は M サイズ。店舗によっては持ち手としてスリーブを配布している。コンビニコーヒーの蓋。左は飲み口を開けたもの、右は開けていないもの。駅なカフェ。ありがとうございます。